本的に見ておにゃいやん。趣味とか好きな音楽似てるやん。まんざらでもない顔しているやん。あれなんだかと一番ビアンギランコンチョウカミアン。やっぱり出会いって奇跡やん。運命とか信じるタイプやろ。うちが取り持ってあげる。愛とか恋とかそういうの吹っ飛ばして、五感で動いてみたらええやん。ちょっとだけ冷やかしてみてもいいかな。ちょっといい感じやん。もはやクミラカップル同然やん。本格的に考え出してるやん。マジで市役所行こうとしてるやん、ね、マジで市役所行こうとしてるやん。大丈夫マジ大丈夫。いやキミラがいいならいいんだけど。いいのほんまにそれで大丈夫。えほんまに大丈夫な。愛とか恋とかそういうのを吹っ飛ばして、直感で動いてみたらええやん。冷静な判断キス、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 からの入籍、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 入籍。ノリで入籍してみたらええやん。君らお似合いやん、これハッピーやん。二人これから一緒ずっと一緒よ、そこセクシーだって席に備えよう。入籍してみたらええやん。多分2年以内に別れると心のどこかで思っているけど、秘密にしておくね。金銭感覚物の価値観、体の相性、言えないとこや消したい過去はお互いに